皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、5月19日の津軽つながるラジオをお届けしてまいります。やっぱり5月の気候っていうのはいいですよね。こうなんていうかね、暑くもなく寒くもなくっていう日がですね、ここ最近は続いてまして、まあ言ってもですね、気温は結構上がっております。青森県もですね、25度近くまで、上がる日もですね、5月なのに出てきてまして、半袖でね歩いてる人も普通になっている、そんな光景になってますね。やっぱ例年だと、いつもの感覚だと、半袖も着るけど、でもやっぱ今年はやっぱ多いかな、半袖の回数が。でもね、過ごしやすいんですよね。やっぱ湿気ってないとか、湿気が少ないので、ジメジメとしたね、ああいう夏の暑さではない。カラッとしたとまでいかないけど、風があるとでも言いますかね、心地よい風が吹いてくる、ので、そこまで暑さもね、感じずに、ちょうどいいなと、そんな感じの気候が続いている青森県です。はい、沖縄の皆さんとかね、あとは全国各地で、聞いてくださってる皆さんは、今どんなお天気状況なんですかね。梅雨がね、今度入ってくると、僕ね、夏が嫌なんですよ。嫌だって言うとね、あれですけど、あんま好きではないんですよね。苦手なんですよ。だから一番好きな季節は春と秋。やっぱ過ごしやすいっていうのがね、汗もそんなかかずにっていう気温がね、好きなんですけど、5月もこの19日になりましたから、梅雨時期もね、今度入ってくると、梅雨が1ヶ月ぐらい経ったらもう夏ですもんね。で、夏は大体、そっか、今夏長いからな、9月でもまだ夏だからな、2、3ヶ月か2ヶ月ぐらいは夏が続いて、秋になってまた冬になっていくというようなね、もうなんだかんだでね、もう半年経ちそうですからね。時の長さの速さに、ちょっと驚きながら過ごしている、そんな日々でございます。はい、皆様はいかがお過ごしでしょうか。この番組では、メッセージもお受けしております。メールアドレスは797@fmgino1.com、797@fmgino1.com です。すべて小文字となっております。はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。今日のつながるラジオはですね、久々に、ちょっと一人きりでお届けしていきますので、しばらくね、いろんなゲストの方、遊びに来てくださって、ちょっとこう対談じゃないですけどね、お話をしておりましたので、ちょっと久々なんですよね、一人でこうやっておしゃべりするのが。なので、ちょっとね、古い話っていうか1ヶ月ぐらい前になっちゃうんですけど、弘前桜祭りっていうね、桜がまだ咲いてたぐらいのお話になるんですけどね、今日はちょっとその時の話をしていきたいと思ってまして、桜祭りの話では実はなくてですね、ちなんではいるんですけど、リンゴジュースの話をしていきたいなというふうに思っております。リンゴジュース、皆さんリンゴジュース飲みますか？リンゴジュース、ね、僕らね、青森県は、リンゴが、特産品ということでございますので、リンゴのね、その生のリンゴ、果物としてのリンゴももちろんなんですが、リンゴジュースもですね、結構、数多く出回っているんですよ。で、リンゴ農家さんですよね。私もリンゴ農家さんでですね、ちょっとお手伝いに、今行かせていただいている身なんですが、リンゴ農家さんでね、こう収穫時期ですよね、秋になりますけど、
収穫をしていくとですね、どうしてもまあ農業なので、出荷できる、これは大丈夫だよっていうリンゴと、ちょっと傷がついちゃってるとかですね、あとはちょっと、落下してしまった、収穫している、もう収穫間近だったんだけど、まあ、風でちょっと落下しちゃったとか、あと僕らがね収穫している時に物理的に落としてしまうっていうこともやっぱあってですね、そうするとそういう商品っていうのは、まあ、市場に出荷していく用のリンゴにはならなくって、加工品という形になるんですよね、でその加工品の一つが、まあ、リンゴジュースということになっているんですけど、他にもね、ジャムになったりとか、いろいろ実はこの農家さん、それぞれの農家さんでですね、加工しているっていうものになってまして、なのでリンゴジュースもですね、実は、農家さんごとに、まあ、出してるというか、まあ、市販されているものもあれば、まあ、密かにというか、まあ、独自にオリジナルでね、周りの方々に楽しむようで、作っていらっしゃる農家さんも実は結構多いんですよね、でそんなリンゴジュースにちょっとですね、私最近見せられておりまして、リンゴジュースなかなか、実は私たちこう青森でね、まあ、リンゴ農家さんとのお付き合いが、まあ、例えば親戚がリンゴ農家さんやってたり、あとは、まあ、知人とかね、リンゴ農家さん、まあ、ちょっとまあつながりがあるんですよ、自分でやってなくても知り合いは農家さんっていうような、まあ、環境にやっぱいるものなので、実はその農家さんがねこう作ったリンゴジュース、自分たちで作ったリンゴジュースっていうのを、まあ、いただくことが結構多かったんですよ、まあ、僕らがちっちゃかった頃ぐらいは、まあ、リンゴの、その出荷しできなかった実、果実と、あとは加工したリンゴジュースを、お裾分けみたいな形でですね、でそういう形で、まあ、結構いただき物としてなることが多くって、リンゴジュースだから結構飲むんですけど、買ってまで飲まないっていうような感覚を持っているところも実はあってですね、でリンゴとリンゴジュースっていうか、あんまりこの青森に住んでいて買う機会が逆に少ないのかなと、いうふうに思ってるんですよ、でですよ、なんとなくいやそれってちょっとおかしいよなっていうのはちょっとぼんやり思っていて、いやいただけるのはものすごく嬉しいですし、とっても美味しいねものなので、ありがたく頂戴してはいるものの、実際に自分がねこう農家さんに手伝いに行かせていただいている中で、やっぱりんごを作っていくことっていうことの大変さ、まあ今ちょうど5月ですけど、4月、まあ、2月、1月ぐらいからか、2月、1月ぐらいからも始まってるんですよ、リンゴ農業ってね。リンゴの木の剪定作業から始まって、その剪定が終わったら、その枝をね、集めて、きちんと処分をして、で、その後にリンゴの花が咲いたら、花がいっぱいつくので、あんまりリンゴの花つきすぎちゃうと、実がねちっちゃくなっちゃうのと、リンゴの木に負担がかかっちゃうっていうので、そのリンゴの木をあまり、負担かけないように花を落とすっていうね、花すぐりっていう作業をやったりします、でその後実がこうプーンと少し小さく大きくなってきたら、あまりそれでもね花すぐりしてしきれなかったものをこの実すぐりといってね、また実を落とすと。なので一つの木からたくさんの工程を経てですね、まあ、リンゴっていうのは、まあ、秋の収穫を実は迎えているわけなんですよ、だからまあ2月から例えば始まったとしても、リンゴが出来上がるっていうのは、
まあ、半年じゃ実は効かない、買ったりするわけなんですよね。もうかなり長い期間をね、経て、そういうふうにこう作っているリンゴなわけですよ。で、まあ、残念ながら、そのどっかのタイミングでちょっと傷がついちゃったとかね、あと色があまりうまく赤くリンゴが染まらなかったとかね、まあちょっとほんのちょっとしたことで、まあ、傷物っていう風な、まあ、扱いになってね、出荷ができないって扱いになって、まあ、いただいて、私の手元にいただいたりとか、あとリンゴジュースになっているっていうのは、まあ、結局のところですよ、あのかかっている手間とかリンゴ自体の味っていうのはですね、もう出荷しているものも、まあ、残念ながらちょっと傷物になってしまったものも全く変わらないわけじゃないですか。で、そういうね、なんかこういうリンゴをは、まあ、もらっちゃっていいのかなっていうちょっと疑問っていうのがちょっと僕の中にあってですね、で、もうちょっとやっぱ価値のあるものにしていきたいなっていうふうな思いもありまして、で、ちょっとリンゴジュースをね、やっぱりこう飲んでもらえる機会を作りたいなというふうに考えたんですよ。まあ私たちもリンゴジュースもらうんですけど、そのリンゴの品種、まあたくさん品種があるんですよね。種類がいっぱいあって、そのリンゴの種類ごとでやっぱ実はリンゴジュースの味も違うんですよね。全然違うんですよ、味が。全く違うって言っていいほど同じリンゴジュースなのに品種によってやっぱ味が変わるっていう、なんかワインのようなこう世界っていうんですかね。なんかすごい、僕もこう伸び比べたりしたんですけど、やっぱ黄色いリンゴと赤いリンゴでもちょっと風味が違いますし、ね、もちろん品種も違えば、その甘みとか、あとはこう、後を引く酸味とかね、あと切れ味とかね、なんかそういうのもやっぱ違うんですよ。びっくりしたんですけど、僕も知らなくて、この年になるまでというか、まあ、住んでいる、生まれ育った人間なんですけど、リンゴジュースってどれ飲んでも一緒でしょぐらいしかあんま思ってないぐらい、まあ無頓着だったんですよ、僕はね。で、今年やっぱ初めてその飲み比べてみたら、やっぱ味違うんだっていうことに結構感動しまして、やっぱこの違いをね、ちゃんと分かってもらえる場を作りたいなと、まあ、飲んでもらえる場を作りたいな、まあ、味の違いがやっぱあるんだよっていうことをこう知っていただく機会をちょっと作りたいなっていうふうに考えました。まあ、そこで、話戻っていきます。弘前桜祭り、ね、だいぶちょっと遠回りしましたけど、弘前桜祭りっていうですね、まあ住んでいる弘前っていう場所は桜の名所とも言われておりまして、かなりですね、毎年毎年、県外から、まあ、青森県以外のところからですね、観光客の方がたくさん訪れてくださって、あと最近だとね、インバウンド海外から、ね、外国のお客様もね、いらしてくれるようになってですね、まあ本当にこのゴールデンウィーク期間中では、今年は200何十万人っていう人出がですね出たっていうことだったので、235万人だったかな、それぐらいの人出が出たっていうね、まあ、かなり、大きな、私たちが住んでいる中だと大きな、観光客がいらっしゃるお祭りになっております。ですので、まあ、その時にちょっとリンゴジュースをですね、やっぱ飲んでもらえる場を作りたいなというふうに思いまして、ちょっと、まあ、屋台じゃないですけど、マルシェみたいなね、その観光客向けのところで方々に、そういう津軽のね、僕らの青森県の食、食文化とか、美味しいものを楽しんでもらいたいっていう風なマルシェがちょうど開催されるということだったので、まあ、じゃあそこにちょっと出してみようかと、お店をね、ただまあ僕飲食の経験とかが
全くなくてですね、お店、お客様商売の経験は結構長いことあるんですが、飲食の経験がないので、ちょっと長い期間ねやるのは少し自信がないななんていうふうに思って、まあ一日だけ、一日だけちょっとこの日ってチョイスをしてですね、出店させていただくというふうなことを決めてですね、4月にお店を出すということをやったんですよ。で、まあ用意したね、そのリンゴジュースは2種類ちょっと用意をして、富士、ね、富士っていう品種があるんですけど、リンゴの品種。この品種の中でも、富士の中でも、ハトラズ富士っていうですね、品種が、実は品種というか、まあそういうのがあって、まあ、ハトラズっていうのは葉っぱを取らないっていう意味で、ハトラズって呼んでるんですけど、まあ、実はこのリンゴの木っていうのはね、まあ、あの葉っぱがたくさんついております。その葉っぱをですね、まあ、ちょうど赤いリンゴになる時に、まあ、だいたい8月、9月ぐらいかな、赤いリンゴになっていくの、あれ、色付けをするんですよ。お日様に当てて。で、それまではその葉っぱの中に、影に隠れている状態っていうかね、そういう感じなんですよ、リンゴの木って。なので、その、色をつけるぞーってなったら、まあ、玉が大きくなってね、実が大きくなってきたら、色をつけるぞーっていう、まあ、そういうタイミングになったらですね、その葉っぱ、リンゴの周りの葉っぱだけをちょっと取り除いてあげるんですよ。そうすると、まあ、リンゴの実がね、お日様に対して、ちょうど、向かい合わせになって、当たっているところは赤く色づいていくっていう、そんな仕組みになっているんですよね。で、その、ハトラズ富士っていうのは実は、葉っぱをですね取らない、なので、赤くな色がねつきづらい状態に、まあ、あえてしてですね、まあ、ハトラズ富士って呼んでるのは、まあ、そういう意味なんですけど、あえて取らないと、で、これどうしてそういうことやるかっていうと、まあ、色はねつきづらくなっちゃうんです、赤くならなかったりするんですけど、まあ、葉っぱをずっとつけたままにしているので、その間ですね、ずっと光合成、やっぱり木ですから、植物ですから、まあ、光合成をね、やっぱし続けるということで、その分、甘みが増すっていうことらしいんですよ。なので、まあ、色味はちょっと、まあ、赤いリンゴからすると劣るんだけれども、その分、味はめちゃくちゃ甘いっていうのが、まあ、ハトラズ富士の特徴なんですよね。そんなハトラズ富士のリンゴを使ったリンゴジュースをまず1種類用意しました。で、あともう1個はですね、もう1品種ちょっと飲み比べてもらいたかったので、もう1品種ちょっと実は用意してきて、それね、星の金貨っていうね、これあの黄色いリンゴですね、黄色いリンゴなんですけど、星の金貨っていう、すごいね、あの酸味がこう爽やか、甘みとのバランスがすごい絶妙な感じのリンゴで、歯ごたえもね、こうシャクシャク感が強いというか、柔らかさで言う、柔らかいというよりもこうシャクシャクっていうね、サクサクじゃないね、シャクシャクみたいな、そんな感じのね、みずみずしいリンゴなんですけど、その星の金貨っていうものを、まあ、使ったリンゴジュース。なので、まあ、ちょっと赤いリンゴとね、黄色いリンゴ。まあ、2種類をですね、用意して、で、ちょっと味の甘みもちょっと違う。富士のリンゴの方は、まあ、すごい甘いと。で、星の金貨の方は、こう、すっきりとした、こう、キレのある甘さ、みたいなね。そんな感じの甘みの違さも分かる、ちょっと2品種を用意してですね、飲み比べセットですね、お店で、ちょっと出店したんですよ。飲み比べ。で、やっぱりね、僕自身がやっぱ飲み比べした時に、あ、こんなに違うのっていうのがやっぱ分かって、すごい感動したので、その感動を共有したいっていうことでですね、あえて、単品販売をしないっていうね、あの富士だけとか星の金貨だけっていう単品販売をせずに、セット、飲み比べセットだから2種類の味がついて、ワンセットで販売をしたんですよ。
でね、それで、まあ、結構不安だったんですよね、やっぱそれって。そんないらないよっていう人もおそらくいるだろうなと思ってて、飲み比べなくても、一杯だけありゃいいよっていうね。なので、ちょっとこう量は少なめに一応したつもりなんですけど、やっぱ飲み比べセットってね、なかなか考えることも多かったですね。味の違いをね、ちゃんと伝えなきゃいけないなとか、飲み比べてみたいなってなかなか思ってもらえないと、難しいかななんて、そんな、まあ結構いろいろなこと考えました。なので、ポップって言われるね、値札ですよ。お客様にね、こう伝えるための値札も、結構いろいろ頑張って作ったりで、して、自分はお店でね、ユニクロをずっと勤めてたんですけど、あとセブンイレブンにもいたんですけど、そういうチェーンストアにしかいなかったので、そういう値札一つ取っても、ポップ取っても、本部の方で作ってくれるものをね、そういうものをこう僕らはつけていたって状況なので、あんまり自分で作るってことがないんですよね。だから、これどうやったらうまく、この味っていうのはね、お客様が買いたいなぁなんて思ってもらえるようになるんだろうっていうことをね、すごくいろいろ調べてみたり、考えてみたりっていうのでですね、まあそういう意味でもかなり勉強になりましたよね。やっぱこう見てるのとやるのととは全然違うなぁっていうのが、もう準備段階から結構思いました。あとは、その、味をね、やっぱ伝えるにあたっても、青森でね、こう住んでいる、まあ、いわゆる地元の人たちっていう感をターゲットに考えると、やっぱりんごジュースをね、やっぱいただくものというか、もらって飲んでいる経験の方が長いので、なかなかお金出してくださらないだろうなっていうふうに思ってたのでね。ですので、まあ、観光客の方、県外から、いらっしゃる観光客の方と、あとは海外、やっぱせっかく弘前にね、海外からもたくさん来てくださる機会でしたので、まあ、そういう方々向けにもね、実は中国語と、あとは英語と、中国語もね、その繁体字っていうのと簡体字っていう実は2つの言語があるっていうのをね、僕あんま知らなくって、今回初めて知ってですね、なんか台湾向けの方が使っている、まあ、中国の言葉と、あとは中国のその本土の方が使っている言葉って、まあ、似てるようでちょっとやっぱ違うんですって。そういうのでね、時代がやっぱ違うっていうことでね、そういうのを作ったり、あと、上りをね、上りですよ。旗作ったりね、なんかいろいろこう準備して、で、まあ、当日、結構迎えました。それだけでも結構、勉強になりましたよ。お店出すのってすげえ大変なんだっていうね。で、実際、母親とね、自分の母親と一緒に、母親がね、当日だってから、やっぱり私もやりたいと。僕一人で立つ、お店立つつもりが、母親もちょっと私もお店立つなんてことになってですね、もう急遽立つことになって、まあ二人でね、親子二人でお店出すことになっちゃったんですけど、まあまあ、やっぱりね、そんな、まあ正直言うとバカ売れは全然しなかったんですよ。全然バカ売れしなくて、まあ目標してたね、まあ半分ぐらいかな、半分ぐらいまでしかちょっと売れなかったっていうのが、まあ商売としてはちょっとうまくいかなかったっていうのが素直な反省点なんですけど、ただやっぱりね、買ってくださったね方はやっぱほとんど県外の方で、でやっぱりリンゴジュースをね、やっぱこう飲んで飲み比べてもらった時になるべく感想を聞いてたんですけどね、まあ、その感想はやっぱり、ね、全然違うねと。あ、本当だ、全然違うわっていう、やっぱ半ば半信半疑なんですよね、見た目一緒だから。リンゴジュースってね、
本当味違うの？なんていう風な、ちょっと半信半疑で買っているところで、やっぱ飲んでみると、あ、本当に違うんだねっていう、美味しいよっていう声をね、たくさんいただいて、なんかこう、嬉しかったですね。すごい。まあ、自分がね、作ったリンゴジュースではなくて、農家さんがね、作ってくださったジュースを、販売させて、カップに注いでね、飲み比べセットっていう形で販売したんですけど、でもすごい嬉しかったですし、やっぱこういう声をね、やっぱ農家さんにもきちんと届けたいなと思ったし、まあ、リンゴジュースがね、やっぱ価値のあるもの、なんかちょっと傷物リンゴで作った少し価値がないものなんじゃないのっていうふうに思ってる方もね、まあ、農家さん含めいらっしゃるんじゃないかなって思ってるんですけど、そんなことないと。やっぱり、価値あるものとしてね、もっと売っていけるもんなんじゃないかなっていうことをですね、まあ、すごく感じた、一日になりました。なんかあっという間にね、その日9時ぐらいから出店して5時までやってたんですけど、ほんといろんなお客様にね、美味しいって言っていただいて、すごい嬉しい、あっという間のね、一日でしたね。なんかそんな経験をしました。ということで、エンディングのお時間でございます。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。YouTube でもですね、こちらアーカイブ残しておりますので、YouTube の検索窓でカタカナでつながるラジオと、検索していただきますと、黒いアイコンが出てくるつながるラジオ、私の YouTube チャンネルでございます。そちらでも過去のアーカイブ拝見ご覧いただくことができますのでですね、ぜひぜひご覧いただければなというふうに思います。YouTube 画面上にはですね、その私にまつわる、QR コードも貼っつけておりますので、毎日ちょっと情報発信してましてですね、SNS で毎日ブログ書いてますんで、540日ぐらいかな、今、連続で毎日書いてますんでですね、もしよければフォローいただいたり、いいね押してもらうと励みになりますのでですね、そちらもぜひぜひご覧ください。はい、それではまた来週、同じ時間にお目にじゃないな お耳に書かれたらいいなと思います。お聞きくださりありがとうございました。また来週です。